はい、頑張りましょう、まるちゃん。ちょっと下痢止め入ってるから、まんじゅうやつだけど。今からね。あ、上手上手上手。まるちゃん、薬入りだからね。まるちゃん上手。まるちゃん上手。あ、上手。まるちゃん上手。うん、僕の。お耳ピーンって。水があったらどうしたらいい？お耳ピーンしてるの？ごめんなさいね、私が下手ですね。なんかすごい今日耳伏せまくってる。まずいね、はい、ここからさらにまずい、はい、ここに下痢止め入れちゃったから。下痢止め、そんな、ごめんね、お腹がね、ゆるゆるなもんね、まだね。あ、上手上手上手。おいしいよ。今乗ってますけどね。おいしいよって言うのに。多分。病院食がおいしいわけじゃない。そうね。まーちゃんはお家で何食べてたの、いつも。だからね。おいしいやつ食べてた。いや、おいしいやつ。まあ、生まれた時からこういうのだったらいいんですけど、ね、ああ、いやでもね、やっぱり食べなくなるんですよね、まずいと思う、しょうがない、体を取るか足を取るか、選択だね。あ、でもまるちゃん食べるの上手だね。硬さがグッドなのかな、ちょうど。じゃあ最近あの、うん、猫用の減塩の鰹節をちょっとパラパラしたら、あの、両方食でも食べます。でも鰹節がなくなるとないんですけどって泣いてくる。ちくしょうって。寝てます。寝てます。うん、猫は母がでかい鰹節で荒削りです。あれをほらほら、猫用がちゃんと別にあって、でも18歳、すごい、11ヶ月くらいまで、なんか、生きるか生きますか、そう、だから具合が良くなったら母がささみ茹でて掘り込んでたんですよ、うん、西野と、それがだいぶ違うと思う。ささみは好きですしね、うん、最後は点滴拒否したから、もう吸収しないから、うん、もういいねって、それぐらいがいいんですよね、本当は。その子行きたくないみたいだから、そう、その子が、はい、お願いします。その子がもう拒否したらもういいのかなとは。うち半外だったの、うんうんうん、その時に外に出るでも吸収しないからもう、そう、うん、ね、まいちゃんまだ吸収する、まだ吸収するもんね、その子によるから。でもそれがやっぱ違うのかな、具合悪くて食べない時にささみをどんどん追い込んでた、全然違うんじゃないですかね、やっぱり、うん、はい、母がずっとささみを追い込んで、よしよしよし、すごい、だから勉強しますね、実験なことだったり、お利口さん、お利口さん、なんか上手なのちゃん。硬さはあれですかね、今やっぱ硬い方が出しちゃうのかな、柔らかすぎても出しちゃいますね、なんか今日すごい上手に飲める、えらいね、いやー、おかしいんだよ、もう入れたら食べるって感じですよね、出そうな、お腹空いてた、上手、え、もう一本だよ、まるちゃん、全然こう干してないですね、上手上手、すごい、急に出てきた、もういい、もうちょっとだったね、薬よりは美味しかったんだね、ため息ついちゃうね。まだ偉い、ちょっとね、偉い偉い、くつろいでますけどね、うん、うん、じゃあ、お寺研究行こうね。
高山、うん、でも今日後ろ足出ません。えらいじゃん。巻いてもそんなに、うん、ちょっとだけ。あ、でもなんかもう出てこんレベルかな、うん、一応入れとくか。あとね、一口くらい。なんちゃんこれ出るかしらね。あ、ここでつま、あ、でもちょびっとは、ね、一口分くらいは、あ、一口は出るわ、まるちゃん。あ、りこさん、頑張った。ごめんね、頭の上乗せちゃって。もうこれでね、歯磨きしたら、歯磨きしよう。まるちゃん、今日は耳が伏せちゃうね。なんか構えてる。出ませんね、うん、これは餌に混ぜたもの、うん、はい、ご飯の参考として、まあ、今のやつ食べれば、うんうん、こういう待っててね、シュシュ出なかった、ね、まいちゃん新しいやつ、はい、うん、出が良いと思いますよ。いつもよりむちゃくちゃ出てくるわ。ごめんね、しょ、すごいがいい、すごい。いっぱい出てる。何、今日が多いじゃない。はい、どうぞ。すみません。はい。嫌だね、こっちが嫌なんだよね、マイク。優しくだった、優しく。シャカ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 。シャカシャカシャカ。嫌な。シャカ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 。今日の採血は頭映ってなかったかな。前回のまなちゃんの採血は私の頭しか映ってなかった。あ、持ってる方調節できない。そうですよね、あって思いながら。でも話しかけるのちょっと巻いて出たの、巻いて出たのちょっとね。まいちゃんおしまいですよ、はい、お口だけで。うまかった、はい、美味しかった。タイガの美味しかったね。もう、あ、まなちゃん頭いいね、はい、さあ帰りましょう。はい、イタリアは食べるやつ、はい、マラちゃん、はい、ちょっとだけ溶かせて、マラちゃん、はい、ありがとうございます。マロちゃん、痛い痛い痛い、マロちゃん、はい、マロちゃんパンチが入って、本当に飲みだには入ってなくて、この前トリミング行ったら飲みがいて、病院行って、マロちゃん痛いからやめてね、それね。どうしたの。はい、アリコさん、病院、すぐ病院連れて行って、さあ、お家帰りましょう。2キロ未満だから、飲みの予防しかないけどって言われて。